4月22日、日本代表はタイバン国アリーナで AFC フットサルアジアカップ2024グループステージ第3節、タジキスタン代表戦に臨み、1対1で引き分けた。この結果、グループステージ敗退が決定すると同時に、今年9月にウズベキスタンで開催される FIFA フットサルワールドカップの出場権を逃した。ハイライト映像、日本、まさかの予選敗退で W 杯出場を逃す。 前任のブルーノ・ガルシア氏の監督退任とともに、大幅にメンバーが入れ替わった日本代表。選手育成の観点からも、同じスキルやレベルの選手がいれば、若い選手を選ぶ、と明言していた新たな指揮官、小暮健一郎監督のもと、継続して招集され続けた数少ないベテラン選手の一人が、吉川智樹だ。2016年2月18日、 自身二度目のアジアカップのプレイオフに敗退しワールドカップ出場を逃したあの日から、吉川はその十字架を背負い続け、その雪辱を晴らすべく入念な準備を整えてきた。しかし、開幕直前に長年共に日の丸を背負って戦ってきたアルトゥール、清水和也がまさかの不傷離脱。その分、経験豊富な吉川への見えない重が日に,に日に増す過酷な戦況で、今大会はスタートした。 そして、グループステージ突破には、勝利、が絶対条件となったタジキスタン戦。相手の14番の抜け出しに対し、マークについていた吉川が必死に伸ばした足は届かず、そのままシュートを流し込まれ、痛恨の同点弾を許してしまった。言わずもがな、敗戦という結果は一人で招いてしまったものではない。ただそれでも、誰よりも今大会に強い思いを持って臨んできたからこそ、 責任、の二文字が重くのしかかる。本当に申し訳ない。感情を押し殺し取材に応じる吉川だったが、二度目のその言葉を口にした瞬間、その表情が崩れた。一番大事なところで何もできなかった。誰よりもこの大会への思いが強かったと思いますが、この結果を今どう受け止めていますかまだ整理できてないことがたくさんありますが、こういう結果になってしまったこと、 ましてや失点に関しても自分のところでの失点でした。言葉は出ませんが自分のせいで負けてしまったと責任を感じています。タジキスタンに勝てばグループステージは突破できる状況で1点は取れたものの次のゴールが生まれず難しい試合展開になりました。やはり追加点を取ることに心理的なプレッシャーや焦りがあったのでしょうか。正直、 僕個人としての焦りはなかったですが、後半の入りもあまり良くなかったと思いますし、そこから少しずつ流れを持っていかれてしまったのかもしれません。でも実際、あの失点がなければ1対0で勝っていたはずです。キッチの真ん中をコンビネーションで割られての失点だったと思いますが、あのシーンを振り返って、守備の部分でチームとしてどう対応すべきだったということはありますか 戦術的な部分もないですし、ただただ自分のミスです。もう、それにつきますしそれ以外は何もないです。ほとんどの選手が2021年のワールドカップ以降代表チームを去りましたが、こうして小暮監督の体制になってからも吉川選手は残った。いろんなことを犠牲にしながら取り組んで、ここにかけてきたかを少なからず見ているからこそ、僕らとしても悔しい気持ちです。 何もないですね。結果が全てですし、この年齢でずっと呼ばれてたのは自分だけで、信頼してもらっていながら本当に一番大事なところで何もできなかった。小暮さんに対しても本当に申し訳ないです。